あのモンハンさ、そのなんか昨日ペコラッチョがなんか多分ダチョわかんないんだけど最強なのかな、もうアイスボーンというか今作のモンハン、モンハンワールドのアイスボーンの中で一番強いやつか、ちょっと団長ちょっとにわかなんでわかんないんですけど、あとネタバレになるから心の中で応援してて、その配信見れてないんだけど討伐したんだよね、ソロ討伐。いや本当におめでたいんだけど、でもその瞬間ペコラッチョのモンハン終わっちゃうのペコラッチョって思ったの、ちょっと寂しくなっちゃって。この気持ちね結構ね定期的にあるんだけど、最近だとコロネンがさ昨日、まあ、5周年でその5周年の記念配信前に団長が掃除の時にねめっちゃお世話になったあの23時間さ先週やってたあのゲーム、そうブラスフェマス、あれがね2時間半とかでそうクリアしてて、団長ね23時間全部アーカイブ見たんだけど、あと2時間半でこのゲーム終わっちゃうのか、コロネンの実況好きなのにっていう感じで、そうそれと同じ感じだけど、ペコラッチョのはなんか団長ゲーム同じのしてるからさ配信は見れてないんだけど、ただやっぱ一緒にさ気軽にさ集会所来てくれたりとか、あとその3期生でもちょっとねあのやったりとかさ、なんか寂しいよってなっちゃった。そう、でもやってくれるよねきっと。そう消失感あるそうなのよ。もう10人やめちゃう、やめないでねペコラッチョ、やってね。あのワイルズまでまださ1年あるからさ、1年以上かな分かんないけど、来年までやってて定期的にお願いね。モンハンはあの終わらないコンテンツよ。そう無限に遊べるからな、そうよろしくお願いします、ずっとやっててほしい。あふぶちゃん、のえちゃんのモンハンニューランふぶちゃん、もしかしてフレンドちゃうかもしれん、もしかしてフレンドじゃなかったら公開しましょう。ふぶちゃん、ふぶちゃんもよう起きとる。よう起きとった、フレンド後で送る、やった嬉しい。モンハンの輪が、そうモンハンってこうやってねコミュニケーション、そうリリカちゃんも最近ねそうオフコラボした時に焼肉食べに行って、で焼肉食べに行った時になんかおすすめのなんかゲームとか教えてみたいな言われたんすよね。でその時にモンハンおすすめしたんよ、そう布教したのよ、広がるモンハンの輪。ワイルズも楽しみだな、きっと面白いもんになるぜ。モンスターにキスしちゃう。リリカちゃんをなんだと思ってるんだ。そんなことないだろ。